どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は書籍のお話をさせていただきたいと思っております。こちらですね。はい、これです。ライカ M11 ブック、先日発売されたばかりですね。これね、西田渉さんが動画で紹介していて、僕が載っているんでぜひ買ってくださいなんて言ってね、西田さんがおっしゃってましたんで、僕その場で、ポチッとしてしまいました。はい。西田さん買いました。はい。たまにね、僕の動画の方にもコメントくださるんで嬉しいんですよね。西田さん見ていたら、またコメントください。買いましたということで。で、この本、何かっていうとですね、結構これ上質な紙を使っていて、分厚いんですよね。ちょっとね、中身を見せることはできないんですけど、これ早い話が、M11 に特化した、雑誌となります。そして、M11 の取扱説明書をさらにわかりやすく、すべてカラーで表現した本となっております。なのでね、これから M11 を買おうかと思っている人、で、M11 買おうかな、やめようかなって思っている方、あるいは M11 予約入れて、現在ね、予約待ち、入荷待ちで待っている方、これ楽しめると思います。ぜひこれを見てですね、こう、希望を膨らましてください。で、迷ってる方は、これ見ると、M11 買うと思います。はい。はっきり言って。それぐらいね、充実した本となっております。M11 にしようかな。それとも Q2 にしようかなとかね。あるいは SL2 にしようか。どのライカに行こうかって迷ってる方もね、ぜひね、これ、見てみてください。M11 買うと思います。はい。で、これ面白いんですよね。で、まあ、西田渉さんも載ってますし、なんといっても M11 を使っている写真家さんといえばですね、僕の中ではこの人なんですよね。佐藤健二さん。ライカギャラリーの方でも写真展示を行っていて、これびっくりしましたね。東京の夜景をね、上空から撮るっていう。で、普通は、まあ、東京タワーですとか、まあ、ビルから、こうね、夜景を狙って撮ると思うんですけど、なんと、東京タワーの上、上空から撮っている。ヘリコプターをね、使ってね、こうやって撮ってるんですよね。まあ、予算はライカが出してるとは思うんですけども、それがね、もう忘れられないぐらいね、印象的で、今回も載ってます。はい。佐藤健二さんの作品も載っております。で、これと、僕ね、以前も紹介した、こちら、ライカホリックス。こちらの雑誌もね、合わせてご紹介したいと思うんですけど、これもね、ライカ M11 に、もうほぼほぼ M11 の、記事が載っている雑誌となります。こちらの方の特徴は、M11 の入門編というか、こちらはそんな感じ。あと何と言っても、まあ、ハービー山口さんとね、野村誠一さんの作品もドバッと入っておりますので、こちらも楽しめます。で、レンズも、こっちはね、割とサードパーティー製のレンズを紹介してるのが多いのかな。はい。こちらも合わせてご紹介させていただきます。はい。で、こちらなんですよね。はい、これ。ライカ M11 の教科書。これは M11、発売と同時に、ライカストアの方でね、無料配布していたものなんですけど、今ね、ないんじゃないかな。これはもうすべて、佐藤健二さんの、作品。これ見せちゃっていいかな?ちょっと見せましょうか。こういった感じ。見たことないですかね?めちゃくちゃ素晴らしいんですよね。もう、この迫力ある描写っていうんですか?上空から、東京の夜景を撮っているとか、ちょっと見せたいな、これ。はい。これちょっとちょこっとね、ちょろっと見せました。はい、こちらもありますので、こういったもので勉強してました、僕は。待ってる間ね、M11 を予約を入れて、実際に入荷するまで、結構時間かかりました。4ヶ月ぐらい僕待ってたので、で1回キャンセルして、で、ライカストアの方で予約入れ直して、僕買ってるんで、こういうのを見て、イメージを膨らませて、楽しんでました。待ってました。うん。で、こちらの今回ご紹介させていただきます。ライカ M11 ブックなんですけども、
まあね、先ほど申し上げました説明書を、説明書ウェブ上に、あります。130ページぐらいあるのかな。結構大変なんですよね。スクロールしてね、見るのが大変。これはね、それをすべてカラーで写真付きで載っております。めちゃくちゃわかりやすいですよ、これ。それと、あとは、ライカの M 型レンズの現行レンズかな。ノクティルクスですとか、アポズミクロン、ズミクロン、ズミルクス、まあいろいろありますけど、それを M11 に付けた作例。これがね、面白い。めちゃくちゃ面白いですよ、これ。これ誰が撮ってるのかな？写真家さん。誰が撮ってるのかね、ちょっとね、どこかには書いてあると思うんですけども、素晴らしいんですよね。なので、これめちゃくちゃわかりやすいです。だから、アポズミクロンがどういった写りをするのか、ズマロン 28mm がどういった特徴を持って、M11 につけるとどういった、描写になるのかっていうのもね、こと細かく書いてありますので、なかなか、見応えのある、雑誌というか、いうのかな、まあ、書籍となっております。僕はね、このね、ノクティルクス、50mm、F0.95。このね、作例がね、まあ、素晴らしくてですね、うっとりしちゃいましたね。まあ、あと、なんといっても、オールドレンズですよね、ライカといえば。そちらの方もね、載っております。写真家さんはね、あと、大杉純平さんですよね。先日、ライカスター京都の方でも写真展示を行っておりました。まあ、素晴らしいんですよね。はい、杉野真さん。ちょっとね、見せたいんですけどね。モノクローム至上主義ということで、杉野真也さんの作品が、まあすごい。これは僕ね、実際に、ライカスターの方で拝見させていただきました。石井康久さんの表現の仕方とかね、これカラーですけども、これちょっと見せたいんですけども、見せれないんですよね。ということで、なんといっても現在 M11 所有しているジェット大輔さん、YouTuber のね、ジェット大輔さんが、大阪ライカ大丸心斎橋支店の方で写真展示をやってるんですよね。これ快挙ですよね。 YouTuber、 カメラ系 YouTuber さん初ではないでしょうか。写真展示会が開催される3日前にね、大阪行ってるんですよ。心斎橋支店の方に行きました。ライカストア、大丸心斎橋支店ですか、行ってきました。それはね、ちょっとね、別件で、友人と待ち合わせてね、ちょっと大阪で用事があったので、まあ、ついでに、ライカスター行こうと思って、行った時に、3日後から、ジェット大輔さんの写真展示をやるっていうね、情報を仕入れましてですね、たったね、5時間ぐらいの間だけだったんですけど、まあ、ちょっといろいろ写真撮ったり、まあ、友達と会ったりとかしていたんですが、なんとですね、視聴者様からコメントで、岩井さん、1週間ぐらい前に大阪梅田にいらっしゃいませんでしたかと。で、ご本人かどうかがわからなかったので、声をかけませんでしたけども、ご本人でしょうかっていうね、僕の動画の方にコメントいただきまして、はい、僕本人です。大阪いまして、1週間前にいました。多分、ライカストアだから、大丸心斎橋店に行った時なのかな。まあ、嬉し恥ずかしいみたいな感じなんですけども、ぜひ僕を見かけたらぜひ声をかけてください。はい。ということで、ね、今回、ライカ M11 ブック、はい、こちらのご紹介をさせていただきました。はい。西田渡さん、見ましたよ。買いました。はい。ということで、非常に面白い、楽しめる、書籍となっておりますので、ぜひ、皆さんもね、ご覧になってみてください。なかなか面白いですよ。M11 につけた、ノクティルクス。M11 につけた、これなんだ？スーパーアンギロン。面白いですね、これ。オールドレンズをつけるとね、また、違ってきますからね。で、この本を読んで僕勉強になったことがあって、この M11、ローデータの記録画素を、60MP、36MP、
18MP の、まあ、3種類から選べるんですけども、まあ、僕はね、最大の 60MP、6000万画素ですね、6000万画素で撮っているんですけど、画素数がね選べるんですよ。でこんなの必要あるのかなって思ってたんですけど、これなんかね意図があったらしく、いわゆる、記録画素数 60MP が、まあ、6000万画素ですよね。で 36MP っていうのが M10R、M10R っぽい活用方法をしたいときはこの 36MP にするそうです。まあ M10R が確かね4000万画素だったかな、なので、M10R っぽくしたいときは 36MP で、この一番低いね 18MP 1800万画素ですね。これはなんとですね、ライカ M9 も人気ですからね。 M9 の描写を出したいと、オールドレンズをつけて M9 の描写を出したいと、まあ、そういった時は、18MP に設定するといいという、あのそういったね、意味合いがあって3種類に分かれているらしいです。まあ、ちなみに、まあ、M11 は M9 の色味っていうのに寄せたらしいですね。まあ、さすがですね。M9 すごく人気がある、機種ですけども。確かに、M11 の、なんかね、濃いんですよね。M10 と比べて、ちょっとね、こう、色が濃い。M10 というよりは、M9 に近い感じ。M8 というよりは、M9 に近い感じ。なのでね、なるほどなぁと思いながら、この本を読んでおりました。もちろん、現在も M11 ガンガン使ってるよっていう人も楽しめると思いますので、もしご興味ございましたらぜひライカ M11 ブック、いくらだこれ2200円、はい、こちらの方をご覧になってみてください。はい、ということで今回の動画以上となります。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。